はい、どうも、高野くもです。1月5日のジャズ。今回取り上げたいのは、1958年の1月5日に録音されたアルバムについて取り上げたいと思います。えー、ブルーノートから出ているクールストラッティンというアルバムですね。これはもう、ブルーノートを代表するというかもう、ジャズのね、ハードパップを代表する一枚と言ってもよろしいのではないでしょうか。まあ皆さんも中身は知らなくても、 このジャケットのビジュアルは最低1回はご覧になったことがあるんじゃないでしょうかね。このハイヒードを履いた女性が気取って歩く。まあ、まさにクールストラッティンっていう感じなんですけれどもね。このジャケットが本当に素晴らしいですよね。この大胆にトリミングされた。まさにブルーノートらしいアルバムのジャケットだと思います。これ、あの、ブルーノートというとね、あの、社長であり、プロデューサーであるアルフレッド・ライオンさんの名前がとても有名なんですけれども、 さらにあのブルーノートというね、レーベルのこのブランドイメージの一翼を担っていたのが、リードマイルスという写真家なんですよね。あと、あのフランシス・ウルフというね、こう、あれ、ごめんなさい、間違えましたね。 えー、リード・マイルスはデザイナーでした。で、写真家がフランシス・ウルフですね。ウルフにライオンってね、なんかすごいドイツ人たちの集まりですけどね、猛獣ですよね。ライオンに狼ってね。あの、なんで間違えちゃったかというとですね、普段はフランシス・ウルフという人がジャケットの写真撮ってるんですけれども、このアルバムに限っては、デザイナーのリード・マイルスっていう人が撮影してるんですね。 で、デザイナーなのになんで写真撮ったのかっていうと、まあ、ちょうどですね、あの、クルールストラッティンのアルバムの打ち合わせをしていた時に、あの、なかなかアイデアが出てこなかったんだけれども、じゃあ、そろそろ昼だから外で飯でも食いながら打ち合わせするかってなって、それで、じゃあ、ついでに、 リードマイルスの女性アシスタントも連れてくかってなった時に、あ、ちょっと待ってくれっていうことで、あのリードマイルスがね、デザイナーのリードマイルスがオフィスに戻ってカメラを撮ってきたんですね。それで助手の女性にちょっと歩いてみてって言って撮影した一枚をこう大胆にトリミングしてできたのがこのジャケットなんですよ。 で、あの、まああん、全然音楽の話してませんけど、もうちょっとジャケットの話させていただきたいんですけれども、このジャケットの上にあるタイポグラフにも注目してほしいんですね。クールストラッティン。これ、黄色い文字で、書体でね、印刷されてます。で、ソニークラーク。これよくご覧になっていただけばわかる通り、上下に揺れてますよね。こうね、本当に歩いてるような感じ。この、 上下にこう、綺麗にこう揺れてるようなタイポグラフィのデザインがとても素敵ですよね。本当に歩いているというか、もう文字にも躍動感があると。まさにこの1曲目のね、F のブルースの何の変哲もないクールストラッティング、すごい素晴らしい演奏なんですけど、何の変哲もないと言いつつも、もう演奏者がもうフィリー・ジョー・ジョーンズに、ポール・チェンバース、当時のマイルス・デイビスのグループのリズムセクションですからね、この揺れるような感じのリズムが、 ものすごくこの文字で表しているって、やっぱリードマイルスすごいなぁと思いますけれどもね。本当にこのジャケットの写真デザインと中身のこのクールストラッティンっていうね、このブルースの演奏がものすごく一致した内容で、だからこそ名盤って言われてるんだなぁと思いますね。まあもっともあの日本 だけけっていいう評価みたいですけどアメリカでは散々だったみたいですけども、評価ね。まあ、最近だとアメリカでもこう再評価の機運が高まってるみたいですけれどもね。人気があるのは、どちらかというと日本、あのジャズ喫茶でよくリクエストされたと聞いております。 まあ確かに素晴らしいアルバムだと思いますので、これはぜひもう一家に一枚置いて聴いていただきたいなと思いますね。あの、二曲目のブルーマイナーっていう曲ですごく有名になってるというか、それ、それでブルーマイナーがあるがためにこのアルバム好きな人も多いと思うんですけど、まあ世代なんですかね、当時のね、1950年代末から60年代にかけて、こう、ラテン音楽好きな人たちからしてみれば、そのブルーマイナーの、その B メロのラテンっぽいあのメロディーとかが、そう、ベタで、 ちょっと恥ずかしいぐらいベタで、あの、血が騒いだのかもしれませんけれど、私は個人的には一曲目のやっぱブルースのクルストラッティンの方が好きですね。まさにこうジャケットと内容一致してますしね。まあ、もちろんブルーマイナーもね、参加しているアルトサックス奏者のジャッキー・マクリーンのアトリムとかもすごかったりするんですけれども、ちょっとテーマの戦略は臭いなぁ、ちょっと親父臭いなぁ、みたいな感じはするので、まあそれは人それぞれだと思いますけれども、まあとりあえずこの最初のあのー、 クールストラッティンというブルースだけでも演奏本当に素晴らしいのでそれだけの聴き物ですしおまけにジャケットも素晴らしいというねもう一粒で二度美味しいたったこの二つを味わうためだけでもぜひあの手元に置いておいていただきたいアルバムの一枚だと思いますというわけでえ今回は1月5日のジャズということでソニー・クラークがブルーノートから出しましたえーク,ルースクールストラッティンというアルバムを紹介させていただきました最後までお聴きくださいましてどうもありがとうございました